スウェーデンのスーパーのプライベートブランドの例、プライベートブランドとは、小売店、卸売業者が企画し、独自のブランドで販売する商品である。具体的には、流通業者の主導権の下で製造業者などと連携して開発し、生産される独自ブランドの商品を低価格で販売することである。ナショナルブランドの大義語、PB と略され、別名、ストアブランド、日本語では、 自主企画商品とは訳される。商品の種類は食品、日用品、衣類、加減製品など様々であるが日常的に消費される食品や日用品が多い。日本の最古のプライベートブランドは大丸が1959年に発売した紳士服ブランドトロージャンで食品については大英が翌1960年に発売した缶詰大英みかんである。 1960年頃から大手百貨店やスーパーマーケット、日本生活共同組合連合会がプライベートブランド商品作りに乗り出しているが、当時はナショナルブランド商品に比べて安いものの品質が劣り、経済情勢が悪い時にブームにはなったものの一般的ではなかった。本格的な立ち上がりは1980年代半ばからで、 もともと声優のプライベート商品として始まった無印良品の独立、価格破壊の象徴として、大英によるセービング商品などが取り上げられるようになり、プライベート商品が一定の地位を得ることになった。2006年頃からの石油や原材料の高騰、サブプライムローンを発端とする経済危機によるナショナルブランド商品の価格上昇と、 消費者の節約志向の高まりから人気を呼び、日経トレンディの2008年ヒット商品ベスト30の1位に PB が日経 MJ の2008年日経ヒット商品番付の西の横綱にプライベートブランドのセブンプレミアムトップバリューが選出された。2009年以降、大手流通グループでは売上に占める PB 商品の比率をより高める方針と、 報道されている。市場規模は約3兆円と推定されている。商品の企画は、チェーンストア、生協などの小売店によるもの、CGC、全日食チェーン、8社会などの複数のチェーンストアによる共同仕入れ組織によるもの、国部、三菱食品などの大手卸売業者によるものの3種に大別される。商品の生産、供給は、 中小規模のメーカーに発注して供給する場合、受託生産を専門とするメーカーに発注して供給する場合、ナショナルブランドを持つ大手メーカーに発注して既存のナショナルブランド商品を OEM 供給させる場合、自社内で生産、供給する場合などがある。1980年代まではブランド力の弱い中小メーカーに委託する場合が多く品質面で劣る。 原因の一つでもあったが、近年では大手流通グループと大手ナショナルブランドメーカーと共同で企画、生産する場合が多い。これによって品質面でも安定するようになり、2000年代中盤からの PB 商品ブームにつながっている。一部の企業を除いて、商品に関する隠し問い合わせ窓口は販売者が行うため、製造者は原則的に非公開である。 ただし、法令で製造者の記載が義務付けられている商品や、プライベートブランドの方針で公開している場合は、記載される。特に中身が大手ナショナルブランド商品と同一で、あったり、メーカーが分かることで消費者の安心感、お買い得感を増させる効果を狙って、行うことがある。保存の効く食品の場合は、アフターサービスを考慮して、製造を担当したメーカーが、 問い合わせ窓口になる場合がある。しかし、2013年12月末に発覚したアクリフーズ農薬混入事件では、製造者名の記載のない対象商品の回収に支障をきたしたことで、回収を要する製品が発生した場合の対処方法が問題点として顕在化した。そのこともあり、2015年4月1日よりの食品表示法施行に伴い、 ナショナルブランド商品も含めて製造所固有記号の使用は複数の工場で同一製品を製造する場合に限られ一つの工場でのみ製造している製品は製造者名と製造工場の名称、住所の表示が必要になった。トップバリュー、トップバリュー製品のロゴコのほか、大手100円ショップでは大手有名 NB メーカーに 自社専用商品として発注する場合が多い。コープ商品のロゴ2009年8月、農林水産省の補助事業として、社団法人食品受給研究センターが、食品メーカーとスーパーを対象に、PB 商品の企画開発、製造、流通についての実態調査を開始、2010年4月19日に調査結果を発表した。ありがとうございます。